現場は闇の中で、クエスト的にはハイキープ、ウィンガーディアムレビオーサが必要、座長天文学か、とりあえずムン先生と行くか。グラドビンムン先生こんにちは。ムンさん、デミガイズ像の黒幕が分かりましたよ。はい、あなたがいじめた同級生、あなたがいじめた同級生のピアーズ・ベンバートンさんです。ああ、そうだったのか。おさじ神っていうのは、おさげ神のピアーズだな。そのあだ名は嫌だと思います。その呼び方は嫌でしょうね。そんなことはないさ、いつもひらひらなびかせてるんだよ。あー、なんかこの人もこの人もよく笑ったもんだ俺が一番笑ったけどな、ずいぶん利口になったもんだうわー、なんか分かった瞬間すごい強気になった拍手でもしに行くべきかな。懐かしのおさげ神のいたずらだったって分かったら、未回収の像もそれほど怖くなくなったな。よければ回収を続けてくれ。うわー、もう俺の方は旧友を訪ねてみることにするよ。お前さ、やっぱこういう人って反省ないんだな。とりあえず次、決闘の闇の中。あ、学食のところで口論してる。闇の魔術に関わることは全て避けるべきだ。うん、サラザール・スリザリンにはリスクを犯す価値がある。そうは思わない。悪いけどこれ以上スリザリンのこと聞こうと思ったんかな。セバスチャン、僕は諦めない。オミニスと何を話してたの？おかしなこと言ってたぜ。サラザール・スリザリンはホグワーツに秘密の書斎を持ってたみたいだ。闇の魔術で使われるものだから関わりたくないってさ。僕はアンのことを念押しした。書斎に答えがあるんじゃないか。でもダメだったんだ。まあ危険ではあるけどね、興味はあるよ。でも闇の魔術には興味を惹かれるな。闇の魔術は知られてるより奥深い。ゴーントが詳しいぜ。そうなの？他の誰より。スリザリンの直系だから。話しすぎたな。オミニスの家族の歴史はオミニスのものだ。じゃあ詳しくは聞かねえや。そっか、嫌なら無理に話さなくてもいいよ。僕が君なら。まあね、突っ込みたいと思ったけど、少し興味あるな。別に興味がないわけじゃないよ。うん、そういうこと。もし僕に何か教えたいって言うなら信用してくれていい。オミニスは両親から闇の魔術を学んだんだ。お、貼り付け。君は貼り付けの呪文に詳しいか。クルーシオだっけ？まあ、知らないですね、今は。これは俺は知らない。呪文の効果はクルーシオ、拷問の呪文とも言われる。ネビル・ロングボトムの両親はこれを食らって廃人になりましたね。彼の家族は遊び半分その呪文をマグルにかけてたみたいなんだ。犠牲者の悲鳴が耳について離れないってオミニスは言ってたよ。だから初めてやれと言われた時も唱えられなかったって。彼の家族は罰としてオミニスに呪文をかけた。猛烈な苦痛に、すごいことするな。二度目の強要では折れたらしい。やったことは間違ってないって何度も慰めたけど、いいよ。まあそれはしょうがないよね。でも許せないみたいだ。嫌だもんな、痛いのは。仕方なかったのに。辛い話だね。かわいそうなオミニス。子供だったんだし、自分を責めなくてもいいのに。あの事故の後、オミニスと家族の溝は深まるばかりだった。だろうね。僕が現れるまでは。ホグワーツにいないときはいつも僕たちとフェルドクロフトにいる。僕は信頼して。俺を信頼してくれないからな、本当は。書斎のこと、もっとちゃんと聞いておく。フクロウを待っててくれ。すぐに知らせを届ける。了解。ビラトリックスがね、ネビル・ロングボトの両親にかけたんだよね。考えを変えてもらうぞ。次、天文学の授業行こうか。天文学の先生誰だろうな。だけだ。よいしょ。あ、なんか今、クエスト入ってきたな。あなたのカードは、アデリエドラゴンだ。これはちょっとすごいね。大冒険が待ってるかも。あれ、あいつ、ほうきのやつか。占い師っぽいね、俺。こんにちは。皆さん。あ、シャア先生。先生、なんか聞いたことある気がする。占い学とは違います。宇宙の神秘の手のひらに描かれてなどいないし、ティーカップの底にもないと。ティーカップの底にもない。お茶っ葉からやらねえと。ああ、夢見るマナコに天はぼやけて映るだけ。皆さんが熱心に粘り強く観察を続ければ、もしかするとその一端を垣間見られるかもしれません。ブラッドボーンかな。それを念頭に。啓蒙をやったら見えるからなんか。今夜は展望台に向かいましょう。俺望遠鏡持ってないけどな。市販っていうかここのやつ使えるのかな。望遠鏡がない？ミスタータッカーのを使わせてもらって。でも今回だけよ。おう、タッカー君。こんにちは。めっちゃ君見てたもんね。僕が調整してあげるよ。ちょっと、
ピントを合わせるのは自分でやらないとダメ。ピントを合わせる。おお。綺麗やな。それ以上の感想は出ないんだけど。さて、皆さんには授業以外の時間にも星を観察してもらいます。よろしいですか？あ、先生、夜は寒いです。あ、リアンダ。偉大な天文学者たちは寒さにくじけたりしなかった。彼らがスコットランドの各所に築いた星見台を見なさい。何千年も前から先人たちはそこに立って、スコットランドの天文台って何だろうな。空を眺めていたのよ。わかりましたか？ロンドンとグリーニッジ天文台？では解散。みんな寒そうな。シャア先生が一番薄着っぽいけどな。ああ、いや、また会えて嬉しいよ。レイブンクロー同士仲良くしようね。そうですね。ああ、アミット。なんかあれだな、オタクっぽいね。シャア先生から聞いたけど、自分の望遠鏡を持ってないんだって？自分のなんか。用があるから楽器の終わりまで貸してあげるよ。うん、嬉しい、優しいね。優しいんだね、アミット。本当にもういらないの？うん。いや、それでも助かるわ。新しいセレスティアコンテンプラーをついに。いや、知らん。そうだから、なんか聞いたことある。自分の分野に特化したオタクって感じ。個人用の天体観測機材としては最高峰のものなんだ。でも僕のお風呂もそんなに悪くないよ。レンズはゴブリン製だし、天体オタクから最高の光学魔法が使われてる。光学魔法。うん、ありがとう。気にしないで。とにかく望遠鏡はすぐ下の。まあ家電オタクでもこういう感じやんな。僕は下の階で読んでおきたいものがあって、後で会いに来て。望遠鏡を持って話したいことがあるんだ。話したいこと。お観光屋でアミットの望遠鏡を見つけるか。どれだったか。ゲッチュ。古い望遠鏡。新品に見えるけど。まずアミットと話すか。こんにちは。望遠鏡を持ってきた。思ってたよりいいやつだね。僕なら将来の天文学者に三流の望遠鏡は提供しない。でもそうだな、特別なものがあるんだ。特別？うん、何なの？シャア先生が言ってた星見台のこと覚えてる？実は僕も少し調べてるんだ。どうやらホグワーツにも一個あるみたいなんだ。隠された星座。隠された星座が見つけられるかもしれない。昔とよう見つけたね。探して欲しかったんだね。うん、君もやる？ゴブストーン部の連中は一緒に来ない。うん、ストーンにもてあそばれてる方がいいって言うんだ。ま、臆病者なんだよ。星が出てる間に取り掛かろう。到着したら望遠鏡の使い方を教える。約束するよ。すごいな、同志見つけてキラッキラやん。面白そう、一緒に行こう。そう言われたら断れないな。行こうか。やった、後悔させないよ。後悔させないよ。今語尾上がったな、マジで。見て、レベルよ。台がある。君が使った方がいい。さあ試してみて。いいのか？これ？君から見て真ん中あたりに星座が見える。めっちゃ輝く一等星があるな。ほう？ホト座。隠されてんのこれは。よう見つけてんのこんな方だって。そうだったんだ。本に書かれてる通り、これこそが遠い星への入り口だよ。そうなの？君は素晴らしい貢献をした。いつか書く回顧録には名前を載せるから。ああ、俺共有の論文で名前出されるんだ。楽しみだよ。ありがとう、アミット。読むのが楽しみだよ。僕も書くのが楽しみだよ。これはほんの始まりに過ぎない。いろんな場所で同じような星見台が見つかるはずだ。優秀な天文学者に見つけてもらえるのを待ってるんだよ。優秀な天文学者、それは君だ。僕の古い望遠鏡は自分だと言わないんだな。君が持っているべきだと思うから。気前がいいね。ありがとう。気にしないで。これにはゴブリディグッグ語の名が入ってるんだ。出た、またゴブリディグッグ語だ。言いにくい。ゴブリディグッグ語。ゴブリディグッグ語は喉が大事なんだ。 R、 それと R の発音だ。ゴブリディグッグ語。おっと、話しすぎた。とにかく冒険が成功してよかった。またね。 R の発音負けたりするの、ラーみたいな。あ、28だ。